はい、ということで皆さんね、画面が中心になっていましたが、ゆきやもいてますよ、ちゃんと。ということで、ずっとね、TikTok ライブでは言っていたんですが、ちょっとここのね、疑問がちょっと気になりますが、 TikTok ライブでずっと言っていた2の国、今こうね、でっかく下に出てると思いますが、ここにね、出てると思いますが、2の国やっていきたいと思います。やばない？なんかね、その2の国、簡単に説明すると、ジブリのね、デザイナーっていうか、イラストレーターさんとかが、手掛けたね、それをなんかゲームとか昔あったんですけど、プレステーションのね、ソフトに、ゲームソフトに、それがなんと、携帯でできるということで、僕ね、プレステーションのゲームの方は、二の国はね、やったことないんですが、ずっと欲しくてね、結局でもなんか飽きるんちゃうかとか、そういうことをちょっと考えてたので、なかなかできなかったんですが、やっと、こうね、ダウンロードもして、みんなで生きてやっていこうかなと思います。でね、今右下に出てると思うんですけど、久石譲がやってます、これ。音楽、そうそうそう。二の国はね、すべてなんか久石譲さんがね、ジブリの人ですよ。が、基本作曲ね、してるらしいので、行っちゃいましょう。とりあえず、なんかここに、いて座って書いてて、僕、乙女座なので、乙女座で行きたいんです。ので、乙女座で、タップしてくださいと。行きます、皆さん。やっていきたいの。思います。二の国ゲーム実況、ゆきやん一人で最後までいけるのかどうかやってみた。あ、ダウンロードしないといけないということで、じゃあもうね、ダウンロードすぐ終わりますわ。これはすごないですか、このほんま。なんかジブリのキャラクターっぽい顔つきでね、皆さん多分ね、顔なじみっていうか、だいぶ親近感湧くと思います。いい感じでしょう。ちょっと音量もちょ上げていきましょうか。はい、ほんまはね、多分こういう感じね。あ、できますね、もう。もうちょいじゃあ見ときましょう、これね。ね。ソウルダイバーズと。で、主人公はなんかこういう機械の中なのか、それともな、今こう、電脳世界みたいに入ってるので、お、ほら。完全シータでしょ、今の。ペーター？どっち？ちょっとわからへんけど。見てくださいよ、これ。このオープニング。これもう完全ラピュータ、完全ラピュータのユキヤンです。僕が好きなジブリの映画はね、隣のトトロと、あと猫の恩返し、耳を澄ませばとかね、そういうね、動物とかいてるのが好きです。だからポンポコも好きですよ、僕は。見てください、こんな感じで。どうすか、ブッシュタジャーだから世界の闇。おお。あ、夢やったと。これちょっと鳥肌立ちますよね。一周した。ループするんや。なるほど。なるほどね。ループ系。ということで行きましょう。はい。始まりました。二の国。お。さあさあさあ、どれが主人公なのでしょうか。これハウルみたいですね。お、作成するキャラクターを選択してくださいということでね、来ました。どうしましょう皆さん。てか、いっか、一回、もう一番上はこんな感じでいきましょう。ちょっとね、こっちにも音量入ってるし、こっちにも携帯からもね、音流れとって、画面録画でマナーモードしたら多分携帯もね、音なくなっちゃって、もったいなくなっちゃうので、もう一旦今日はこれでちょっとずつ調整していきたいと思います。ということで、今日第1弾はね、キャラクター作成していきましょうか。キャラクター作成してね、あらすじだけくらいまで行ったらいいなと思います。一人ずつ左端から見ていきましょう。お、こういうね、ちょっとなんか、なんやろね、弟系キャラですね。これは完全も脳筋、脳筋、脳筋
ね。これはなんか多分真ん中おるから主人公っぽいですよね。女性のキャラですね、珍しくね。あ、これも女性。これに完全妹の元気っ子キャラ。おっと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 という感じでね。これ最後完全これハウルでしょ。ほら。ほらほら。かっこええ。どうしようこれ。あ、キャラクターを見るって書いてるわ。ということで。おお、かっこいい。ソードマンっていうキャラらしいですね。ソードマン、普段は温和な性格ですが、戦場では誰よりも勇敢で、どんな戦況状況でも冷静です。攻守にも優れるだけでなく、いるだけでパーティーの耐久力を高めてくれますとね。まあ、パーティー制なんでしょうね。こういうパーティーのなんちゃらって書いてるからね。かっこいいですね。ほら、一瞬回せます、これ。かっこいい。パラメーターがなんか異様に傾いてますが、大丈夫ですか。攻撃と防御に特化してますね。素早さとね。完全だからもう剣士って感じですね。いいですね。ちょっと次、他見ましょう。このね、右の女の子。これ何なんでしょう。お、お、銃やね。わ、かっこいい。お、エンジニア。好奇心旺盛な彼女は少女でありながら世界最高の科学者の一人です。銃による攻撃だけでなく、最先端の工学を駆使した味方の治療にも長けていますと。お、ヒーラーでもあるとよし。こういうね、科学技術でやっていく感じですね。治療マックスと。かわいいですね、これは。はい、次、真ん中ね、この方。お、マジシャンですね、この感じは。多分ね、すごい。てか細かいね。ゲームというか携帯ゲームでこんぐらいのクオリティ最近あるんですね。僕最近ほんまゲームしなかったんで、このクオリティすごいですね。ウィッチ、彼女が用いるスピアはまるでマウカのように自らの意志で敵を攻撃します。蝶のように優雅でありながら、蜂のように鋭く攻撃する姿、見る者全てを魅了しますということで、多分モハメド・アリの生まれ変わりですね、これはね。ウィッチね。攻撃と素早さに長けてますと。女性の方です。こうちゃんとこうさ、回したらさ、このスカート浮くのすごない？これ。この演出。こうマフラーとかもこう動くのすごない？ちょっとこんな最新のやつすごいんですね。次。この辺完全に脳筋のやつ。お、ハンマー。かっこいい。ちょっと鳥肌立ちますわ、こういうの見とったら。デストロイヤー。鉄をも砕く凄まじい破壊力と岩のような守備力を兼ね備えた脅威の戦士です。いかなる戦場においても最前線に立ち、敵を蹴散らし、味方の盾となる、頼れる男です。ということでね、防御がもうマックスです。もう飛び越えてますね、ちょっと。で、攻撃と素早さがあると。ほら見て、ほら、この髪の毛、ちょっと髪の毛かなんかよくわからんけど、獣の皮みたいなのがちょっとなんか浮く感じね。すごいですね、デストロイヤー。最後これ見ましょう、この方ね、ちっちゃい男の子。おっ、お、アーチャーかな、これは。アーチャーっぽいですね。おお、あ、笑顔がかわいい。ローグ、いたずら好きの男の子ですが、猫、彼を子供と、侮った敵はすぐに後悔することになるでしょう。トリッキーの動きで敵を翻弄し、強烈な矢の雨を降らせます。さらに味方の支援も得意ですということでね。防御じゃね、補助と攻撃素早さが速いです。あ、後ろにちゃんと尻尾生えてますね。なんかそういう系の猫耳かなと思ったけど、そう。ね、多分猫とのなんかハーフかなんかそういうね、世界だと思います。お、ということで、どうしましょう。僕が結構気に入ったのは、まあ、単純にね、このソードマン、もう普通にね、オーソドックスでかっこいいんですが、僕はこのね、エンジニアか、ローグが、ちょっとハマっていますね。で、多分、キャラクターメイクってさっきあったので、多分、女性とか男性とか関係ないと思います。一旦多分、この、属性っていうか、キャラクターのなんですか、ね。そういうやつですよ。ちょっとな、ど忘れした。ね。だから一旦僕はエンジニアでいきます。銃とか使いたいんでね。僕、銃大好きです。キャラクター、本日こいつで、言いたいと思います。ほら、もう、これかっこよない。この後の銃、これ。これもかっこいい、これ。ほらほら、この上にこう打ち上がる感じね。かわいいですね、これは。でね、このエンジニアで僕は、
二の国やっていきたいと思います。皆様ね、ぜひね、携帯アプリで二の国ダウンロードしてやっていくのであれば、ぜひともね、僕と違うキャラを使ったり、もしくはね、これだけで満足してくれるのであれば、いいよね、いいようなゲーム実況できたらいいと思います。なかなかね、あんまし毎回言いますが、あんましね、携帯ゲームやらないので、こういう RPG とかね、特にまあどういう感じでいくか分かりませんが、一旦行きましょう。はい、お、ということで髪型とか選べます。お、これみんなどう？あ、ちょっとまず髪色変えましょうか。あー、で、あ、コスチュームも変えれると。なるほどなるほど。あ、この毛皮のやついいんちゃう？これさっきの脳筋ですね。脳筋と同じで、これはなんか普通の少女みたいな感じですね。あー、でもこれがこのなんか後ろのこのロゴ可愛いない？これ、これはないと。あ、でも胸になんかバッチありますね。僕これ好きなんで、これでいきましょう。で、髪色はどうしましょうかね。じゃ、まず髪型変えよう。ちょっとね、これちょっとなんかあれですね、ちょっと経験者みたいな。これもちょっと経験者。ただあれですよね、多分こういうね、銃とか撃つ人ってその髪の毛が邪魔なので、なるべく短髪で髪くくってる感じがいいですかね。これかこれですね。これでいきましょうか。で、髪色はこのね、中の服とか茶色のね、茶色と青が合うような色合いにしたいので、あとあんましみんなが選ばんような色とかがいいですかね。ちょっとシルバーとかね、ゲーム系でシルバーとピンクと赤はよく選ばれがちなので、普通にもう青でいきますか。なんかリゼロのネムみたいですね。いきましょうか。と言いつつ黒にしようかな。この深緑も可愛いんですけどね、いいですね。黒にしましょうか。普通でいきましょうか。いや、でもそんななんか嫌よね。そういう時やっぱ黄色にしましょうか。でもなんかこの眉毛と目の色が合ってないけど、目の色変えれるのかな。ちょっと怖いから一旦ね、赤。あ、目の色変えれますわ。しかもオットアイにできるというね、なんかこういう特殊なやつ。ということはあれでいきましょうか。赤目じゃない、ピンクか。これは、これが赤目ですね。オットアイとかありますよ。でも黄色の目も可愛いな、なんかこうね。これ普通な、ここら辺普通ですね。あ、ちょ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 ね、はいはいはい。オットアイもいいんですが、僕あんましオットアイね、そのやりがちだと思うんで、皆さん普通に赤系でいきましょう。これでいきましょう。お、フェイスメイク、お、できると。なんかこういう感じでできると、あ、いいですね。この田舎っぺやけど、こう元気感もあるし、ありふれてるしね。これがハートですね。このハートも可愛いですね。チャームポイントですね。あ、絆創膏もやな。なんかこうね、ワンバク感が よく出るかなと思います。化粧は多分違う。化粧かこれ、これかこれかこれですね。あとこれか。悩むね。キャラメイクってね、結構ほんま大事ですからね。今後変えたいと思った時、変えれないかもしれないからね、結構ちょっと大事ですよ。僕はでもこれ結構気に入ってますかね。絆創膏もいいけど、これかこれですね。これでいきましょう。お、体型が選べると。お、ちっちゃくしたり大きくしたりみたいなね、できるということで、僕ちっちゃい子がね、でっかい銃使うのいいと思うんですけど、なるべくね、こう身長はありきの方がいいかなと思います。で、体型を標準にしましょうか。はい。で、肌の色ね、肌の色、おお、こんなんもかっこいいね。なんかこういう人種の、こういう人種っていうか、こういう、なんやろ、ね、属性、何、種別、種族か、こういう種族がおりそうですよね。ありやな、結構こういう色でも。ちょっと遠すぎてあんま見えんないけど、まあ標準でいきましょうか。これでいきましょうか。変わらずね。メインカラー、おう、メインカラー選べるということなので、メインカラーは、僕の好きな黒でいきましょうか。サブカラーはほんじゃ、目の色が赤っぽいので、あ、こっちを赤にしましょうか。こっち赤にして、こっち黒にしましょうか。はい、 OK、 完了できました。お、始まりましたよ。
すごいですね、この世界観ね、ほんま。これはあの地球なのかっていう感じですね。でも地球っぽいんでしょうね、人間がいるから。近未来的なノリですね。これはさっきの言っとったなんとかダイバーみたいなやつですね、多分。お、これ僕ですよ、ソウルダイバー。これ僕が浮いてますよ。おお、コクテル。ソウルダイバーね。お、お、始まりました。来たー。登場しました僕が。ソウルダイバーの非公開テストにご参加いただきありがとうございますと。お、私はソウルダイバーの皆様をご案内するシステムラニア。ラニアさんって言います、この人ね。覚えておきましょう。僕は結構名前忘れがちなので。二の国で世界を救う勇者になることも、王となり、国を治めることもできますと。お、勇者になったり、王になったりとかね。それでは心の準備はできましたか？行きましょう。なんて、なんて言ったの今。あ、それでは心の準備。あれ？あれ？あら。ラニアさんが。どうやったんですか？あれだけ試しても繋がらなかったのにと。まさか未来カンパニーの人ですか？どの世界にも届さない人。あなたはもしかして、おー、少よりによってこんな時にダメ。必ずまた探しに行くからと。わ、プツンってなりましたね。お、始まりました。画面をタップしてログインしましょうということでタップします。この僕の人差し指でいきます。ポン、あれ、ほいん、あれ、お、お、おいおい、かわいいです。あら、お城が焼けています、燃えています。崩れちゃう。お、画面をスワイプして回避しましょう。お、アクション、怖い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 。いきなりこのアクション始まりましたよ。これトトロみたいですね、この左のキャラクターね。急にドラクエ、急にドラクエとかファイファンみたいな。すげえ、この炎が紫っていう、ちゃんとこの熱を表してる感じ、細かい。お、中に誰かいてますね。あそこは女王様の。大変っていいんだ、言うぜがやに。ということで、僕が行きましょう。多分救いに行くんでしょうね。お、クーというキャラらしいです、これ、クー。見るか、女王様が誰かに攻撃されてるぞ。なんだろう、クエストのようなものだろうか。おい、何ボート死んだ、早く女王様を助けに行くねと。ということで、動かせるようになりました。このパッドを操作して移動することができますということでね。この左のやつで、お、動かすらしいと。で、これ右のね、他のところを動かすと画面が動くらしいですね。すごいね、これ。細かない、ほら、こんな。あ、行かれへんわ。ほらね。これ、なんやろ。映像ね、ちょっとなるべく、普通ぐらいにして動きやすいようにはしてますが、多分、高画質でやると、もっともっと綺麗なものでね、皆さんぜひとも、試してみてはどうですか、ダウンロードした際には。お、うわっ、あ、ちょっと今ね方視点を操作できますと。はい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 、しょうがない、あそこ通って城壁の上に戻ろうぜ、俺様についてこいということでね。クーどこ行った、こっちか。サクサクと行きましょう、サクサクとね、こういうのはね。お、あれを見ろ、お、倒れてると。あ、ほんとや、うわ、めっちゃおるくない、ぐるる、なんて返すの、前まで。お、大丈夫か、ちょっとここら辺はね、大丈夫ですと。生きてまた会おうぜっていうね、このなんか、そっけないね。助けてあげたように。お、早速出来上がりました。もう、完全 FF。お、急に。タップすると攻撃することできます。ウェイ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 。すごい。スキルを使ってみましょう。うえ、かっこえ、うえ、うえ、
ワイバーンって呼んでたしですね、今の敵は。ということで、サクサクいきましょう。ここら辺はね、多分アプリ、携帯アプリとか基本の操作やと思いますね。左側で移動で画面を操作してね、動かしたりとかね。お、トゥントゥンって言いました。あ、これが女王様らしいです。私の使命と。あ、これは誰なんでしょうね。人間ですね、完全に。これヒゲ生えてるからね。お、来た。まだ生き残りがいたか。お、どの世界にも属さない人。あ、じゃあこの女王様ラニアって人ですね、完全にね。貴様らから始末してやると。私の役目はここまでのようです。ようやく起きれるだけ。全員同じ声。クーとこの女王様は知ってる同士なんですね。完全トトロ。守護騎士をどうかお願いします。お、これなんか初めのやつでも出てきましたね、このクリスタルね。守護石と言います。セジルギー。お、クータ。泣いていた。お、お、移動しました。えい、ラリってるラリってる。死ぬかと思ったと。いや、ようこんな綺麗でいけるな。もう唾液ダラダラやろ絶対。お、なんか来た。お、これが守護石ですよ。ラニア様、女王様ね。はい、ということで来ました。ということでね、一旦第1話は、これぐらいでいきたいと思います。皆様ね、次のストーリーもねそのままやると思うので、ぜひとも皆さんお楽しみということで。ほんじゃまたな。また次の動画でお会いしましょう。バイバイキーン。バラララララ。何でも自由にこなせんだすけ、いろんな才能持ってんだ。さまざまな世界を見ることで新しい視点が生まれんだ。琉球九州関東関西、有給取って観光三昧、ポジティブ思考になれたのも伝説の方のおかげだわ。ハワイで生まれた俺の生き様、王国を作り上げた一から、書物に記されてるようだな。南の島の最初の王様、那覇の牛を動かしたことから王様になるだろうと言われた。統一して名を轟かせた俺の名前はカメハメハ。このビートを支配する、俺の名前はカメハメ。新しい時代の流れとか言っちゃってる自分を見る周りは冷めた目。あっちに行きたい、そっちに行きたい、何でも揃えて強くなりたい。みんなが持ってるものを一つずつ分けてほしいんだ、少しずつ。賛成するならエールをください。お金じゃなくて